へと落として食べてしまいます。このようにシャチコチは世界各地で様々な海洋技術を発達させてきたんですね。さあ、アースは今左側にいます。そして口から豪快に海水を次々と飛ばしていますね。さあ、シャチはとても口が大きいのですが、今のように器用に海水を飛ばすこともできるんですよ。さあ、トレーナーのことをよく目で見ていますよね。ちなみにここ名古屋港水族館では、シャチたちが大好きな魚以外に氷やゼリーを与えることもあるんですよ。氷やゼリーを与えることもシャチたちにとってはご褒美の一つなんです。さあ、続いてはトレーナーと共にステージへと移動をしてきました。さあ、そして